皆さんこんにちは。1958年 NHK 連続ドラマバストーリ裏で女優デビューされると、若い頃は清純派女優として、年を経ると実力派女優として60年以上にわたって女優を続け、プライベートでも数多くの俳優たちと噂になるなど華やかな人生を送られてきた戸脇幸世さんですが、ネットでは枕営業の疑惑や下半身不全との説が流れています。そこで今回は戸脇幸世さんのネットでの噂、戸脇幸世さんと噂になった男性たちについてまとめていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単にプロフィールから見ていきましょう。本名小倉幸子、生年月日1942年11月23日、出身地東京市日本橋区、現東京都中央区日本橋、身長163センチメートル、体重50キログラム、スリーサイズ82、58、85、血液型 O 型、趣味読書、特技日舞三味線。戸脇さんの本名は小倉幸子ですが、お父さんが俳優の戸脇久夫さん、本名は小倉久夫だったことから同じ名字の芸名を名乗られたようです。また兄弟は兄と妹がおられましたが、二人ともがんのため60代で他界されています。テレビや映画、 CM などあらゆるメディアに出演されてきた戸脇さん、昔から恋多き女性としても有名でした。年下キラーなんていう異名がある戸脇さんですが、今まで分かっているだけで8人の男性と関係を持っていました。実は俳優さんだけでなく一般人のサラリーマンの男性と交際したこともあるんだそうです。噂になった俳優さんや元旦那さんに関しても見ていきましょう。まず一人目はこの方、ミスターヤングマン西城秀樹さん。当時は13歳の年の差カップルとしてテレビでも話題になりました。戸脇幸世さんが西城秀樹さんのディナーショーに駆けつけているところをフライデーされ、戸脇幸世さんは47歳の時に12歳も年下の西城秀樹さんと大っぴらに交際しています。公に交際を認めたのは西城秀樹さんが初めてでした。ですが西城さんの祖母が入ってきてこんなことを言われたんだそうです。孫を産めない嫁はいらん。祖母も焦っていたのでしょうね。しかしこの嫁いらん発言をきっかけに二人は離れてしまいます。お次は大物俳優の高倉健さんです。1970年代後半頃、俳優の高倉健さんと噂があったそうです。高倉健さんからもプロポーズをされていました。高倉健さんは歌手のエリチエミさんと結婚していましたが、1971年に離婚。その後戸脇さんと出会い、エルメスのバッグをプレゼントしたり、二人で食事をしたり、たびたび目撃されていたようです。戸脇さんとの交際は彼女のお父様にちゃんと交際の許しを得て始まったのだとか。その後マスコミに騒がれて破局したそうです。1986年舞台の共演でした俳優の竹脇無我さんともスクープがありました。戸脇幸世さんがホテル住まいの竹脇さんのもとへ向かったりするのがたびたび目撃され、通い婚と報じられました。その後離婚し、戸脇幸世さんと入籍するようなニュアンスの話をしていたようですが、離婚の話は進みませんでした。結局別の女優との浮気が報じられ、いつの間にか破局になったようです。さすがに女優と二股されるのはトップクラスの女優である戸脇さんのプライドが許さなかったのでしょうね。戸脇さんは28歳年下の原田龍二さんとも噂になりました。1995年の映画「日本一旦医母への手紙」で共演したことがきっかけのようです。戸脇幸世さんの大人の魅力に取りつかれたという噂です。ただ原田龍二さんは2001年に10年間の交際を経て一般女性と結婚しているので年数的に合いませんよね。これといった証拠もないので、おそらく憧れの存在だったのでしょう。お次は大人気芸人のチュートリアル徳井義美さん。戸脇さんが2月14日に日本テレビで放送された今夜比べてみましたのロケ中のお話。徳井さん京都出身でしょ。私京都大好き、もう一回生まれ変わりたいわ。
徳井さんは特別よと好意をむき出しにしていました。またスタジオでも徳井の恋愛関係に興味津々の戸明さん、今まで何人くらいと付き合ったのと聞くと、徳井さんは6人くらいですと正直に返答。付き合ったら1人と2年以上行きますからと真面目な表情で話し、私ディズニーシーに行ったことないから2人で行きたいわからという戸明さんに、じゃあ戸明さんのディズニーシー書状をいただこうかなと笑顔で答えていました。それからディズニーに行ったかは本人にしか分かりませんが、どうでしょう、徳井さんもまんざらではないのかもしれないですね。お次はザ・正義感仮面ライダーの要潤さん。ある番組の海外ロケでのお話。戸明さんは要さんと海外ロケで一緒になった際、意気投合して戸明さんから要さんに猛アタックしたと言われています。しかし要さんは2013年に元タレントで現在は化粧品販売の経営者の松藤敦子さんという方と結婚して、2013年12月にはお子さんも誕生しています。恋は実らずじまいということですね。お次はこの方、ワイルド系イケメン俳優原田龍二さん。2016年に出演したアウトデラックスで松子さんに結婚したいと強い願望を告白。逆に原田さんが戸明さんに惚れたなんていう噂もあります。最後は俳優の小林和也さんです。歴代彼氏にはその昔事実婚状態だったと言われる俳優の小林和也さんとの長きにわたる同棲生活の果て、1974年挙式まで挙げたものの入籍目前で同年破局されてます。小林さんは肺がんのため亡くなったそうです。当時は夫に先立たれさぞ悲しかったことでしょう。それを乗り越え現在でも頑張っている姿には心打たれますね。この過去の出来事が今でも結婚に執着する理由の一つなのかもしれませんね。このように恋愛の絶えない戸明さんはたびたび枕営業の噂が立ちます。彼女の場合はどちらかというと枕営業に誘う側の立場のようです。10歳以上も年下の男性と関係を持つことから魔性の女と呼ばれることもある戸明さん。若手女優のような枕営業とは少し毛色が異なり、どちらかというと男性を飼っているような形の噂が多いです。そんな戸明さんについてネットで調べてみると、半身不随という気になる関連ワードが出てきます。実は戸明さんはその努力家な性格なだけあり、長年の無理がたたりある怪我をしていたそうなんです。詳しく見ていきましょう。戸明さんは20代の頃から舞台出演で捻挫を繰り返していたそうですが、完治していない状態で次々にハードな動きを伴う舞台をこなしていたことから、徐々に両足のくるぶしが悪化していき、40代からは痛みを感じるようになったそうで、寝ていてもズキンズキンと痛み、冷やすなどしてごまかしていたそうですが、それでも痛みが増していき、舞台で履く靴は痛みを緩和するよう特注するまでになっていったそうです。そんな中、戸明さんの骨はいつの間にか変形していたそうで、医師からこのままでは歩けなくなる、10年前の足に戻してあげますと言われたことから、67歳の時自身の腰の骨を一部切り取り、それを足首に剥ぐという骨移植手術をすることを決断。2011年、舞台ジョン・ガブリエルと呼ばれた男の公演が終了した2日後に入院されると、まず片足を手術し、もう片方は1ヶ月後に手術されているのですが、左右合わせて21時間に及ぶ手術は無事成功。その後5ヶ月間入院され、さらにリハビリのため1年間休養されると、水中ウォーキングなどのリハビリに励み、無事完治されたのでした。戸明さんの現在はというと、2022年7月公開の YouTube 対談にて相変わらずの美しく元気な姿を見せています。戸明さんは現在柴犬のキララちゃんとラブラブ生活を送っているようです。対談では、愛するものはキララだけになっちゃって、この子を置いて死ねないわといつも思って、愛はここに集中しておりますと語っていました。ちなみにキララちゃんの性別はメスのようです。コロナ禍以降はほとんど仕事を行っていないようですが、健康には気を使っているとのことで、食事は1日2食、野菜10種類以上に酢玉ねぎをかけて食べ、タンパク質補給のために卵を1個、
チーズ一かけ、くるみとナッツを欠かさないとのことです。また血行を良くするため、スライスした生姜を水と黒砂糖で煮たものをナッツにかけて食べているのだとか。ジム通いもしていて、ジム仲間の90代の女性が80代は楽しかったとおっしゃっているのを聞いて、戸明さんも80代頑張らなきゃと張り切っているそうです。いかがでしたでしょうか。恋多き女性として知られる戸明さん、私がお付き合いした方たちはみんな亡くなってしまうからと語る戸明さん、なかなか言えるセリフではないですよね。あっけらかんと過去を振り返り、笑顔で周りを明るくするのはまさしく天性のタレント。80代に突入した現在も美しい戸明さん、たまにメディアに登場して究極の大人女性の生き方を見せていただきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。